こんにちは、シュです。今回はレアガチャ引いていこうかなと思います。で、今ね、20連引けんだよね。なんで10連引きます。いや、パズドラってさ、あれないよね。10連で引くとか。なんでないだろう。たださ、無課金とかやってる人さ、10連で何も出なかった時のさ、絶望感って多分、いや、お、なんだこれ。わかんないな、なんだろうこれ。ガーディウスか。ドラゴンと回復タイプの攻撃回復2倍、回復の2コンボでダメージじゃなくて攻撃4倍。8倍出んだろ、まあまあ強いんじゃん。てかめっちゃ強いんじゃん、これ。普通に強くない？これなんだろう、オフってわかんねえよ。いや、今ありだと思う、ガディウス。ガディウス、これどこまでいるんだろうね、本家のキャラが。多分全部いるってわけじゃないと思うんだよね。いくつかピックアップされていると思うんだけど、別にこれさ、虹玉とかあんのかな？今金だったんだけど。ダンタリだね、これは。これはダンタリオンだね。火の5個十字1個につき攻撃3倍、回復の2コンボ。いや、これむずすぎんだろ。いや、でもこれ使いたいな。倍率はすごいね。いや、これありだな。めちゃめちゃあり。サブにダンタリ冷たいな。サブダンタリ冷たいけど、結構サブがさ、今、リリースされたばっか、リリースじゃねえな。アップロード、アップデートされたばっかでさ、全然持ってないんだよね。なんでこれ、リーダーに合わせるじゃなくて、サブに合わせるんだよね、多分きっと。で、今、銀かな。金じゃなかったね。で、読みかな、これは。一応、あれで銀とか金とかあんのかな。神タイプの攻撃 3.5 倍、ドロップ操作。これ、優しめのリーダースキルだね。いや、でも、ダンタリ使いてえな、ダンタリ。ちょっと待って、これちゃんと見るわ。金かダイヤか。あ、これ金だね。さっき、あ、違う。今のは確定であれなのかな。あ、これ今銀じゃない？今銀だよね、きっと。で、ダンタリ出たってこれなんだろう？黄金の番人かな？雨の渦め。火属性の HP2 倍。あんまりピンとこない。とりあえず、虹ってあんのかな？あ、早っ早っ！今なんか、おっしゃったのかな？あれがなかった。うん、で、これも多分銀でしょ？ちょ、一回、ごめんなさい。でもこれ、連打すると、あれなんだね。今見たくスキップされんだ。あ、銀だ。おぉ、アヌビス！アヌビス来た！10コンボ以上で攻撃、15倍か、1.5。使い手闇属性の攻撃回復 1.5 倍。指3つ持ち。いや、これだな！ただ10コンボか。わ、スキルいいね、これ。あれじゃない。アビスタークリングだ。リューネのスキル。いや、これスタメンだな。いや、アヌビス実際、10コンボっていうハードルあった。いや、でもどうだろう。HP が4つしかないんだよ。あ、金だ。誰？アスタロト？これ今、アスタロトって分かった人いたかな？ギガグラビティなんだ。相手は2ターンの間ドロップ操作。あ、ギガグラビティ操作短縮なんだね。いや、アヌビス無理な気がしてきたな。さっきも言ったけど HP4 つっていうか4ゲージ分しかないからさ、そこで賭けに出るのは違う気がすんな。1回やれば逆転とかじゃないもんね。1回倍率出せれば。誰？イシス、イシス。イシスだね。イシスは多分弱いでしょ。結構弱いっていうか優しめのリーダーなんだろうね。いやー、今んとこ誰だろう使うの。ちょ、難しいな。うん、銀か。金出てほしいな。おお、これはわかる。バステトだ。バステト。あ、毒耐性持ってる。なんだこれ。4焦げ死強か。ああ、一緒か。2way があれになったのか。4コンボ以上で攻撃上昇最大、これ普通に強いんじゃない？ 4 コンボ以上攻撃上昇最大6倍、めちゃめちゃありだと思う。これかぶったらどうなんだろうね。所持数1って書いてるけど、うん、これめっちゃスキルも良くない？相手は一旦の間毒ドロップが少し落ちやすくなるって、めちゃめちゃ強いんじゃない？バステットありだな。はい、ラスト引きまーす。ラスト。金。いやー、銀か。これ多分フェスゲンが金なんじゃないかな。で、普通の日の家具土。そうだね。うん、こんな感じだね、10連。はい、ということで終わりまーす。バイバイ。